本屋わい。あ、お気にの店員が私服や。今から上がるのかな？話しかけたろ。わい。すみません、この本ってどこにありますかね？店員、レジの店員に聞いてください、スタスタ。すげえ冷たかったんやが、なにこれ。キモ。当たり前や。選択肢誤ったな。当たり前やろ。仕事振るなや。ストーカー予備軍。今から帰ろうとしてんのに仕事の話したんなや。そらそうやろ。今聞いてもいいですかとか一言あるやろ。いっちかわいそう。マジでショック受けた。昨日のことなのに一晩経っても引きずってる。くそ。もうお前のことは仕事終わった店員に空気読まずにサビ残させるクソ野郎で認識完了やで。こんにちはとかでええやろ。そら本のこと聞いたらダメやろ。本屋で他に何を聞けと。プライベートの話とかそれこそキモいやろ。職務外で話しかけるのが嫌い。せめてちょっとお茶でもとかガチななんかのがまだマシ。なんせ移民に顔を覚えられとる恐怖がわからんのか。それ前々からマークされとるぞ。ニートにはわからんか。軽症で済んでよかったな。以後気をつけろ。仕事終わって帰るモード入ってんのにそこで追い打ちかけたらそら嫌われるよ。職歴なしがあだとなったな。別にわからないですとかでもええねん。ワイはただ業務外のその人と話したかっただけなんや。なのにすげえ冷たい口調であしらわれてショック受けた。発想が完全にニート。ええねんってよくないやろ。そんなまた話しかけてくるような答え。ほんま自分本やな。業務外になった時点でもう店員やないんやから、そらそうなるやろ。業務外のその人に業務のこと聞いたらいかんでしょ。人の気持ち考えられんのかクズー。ボソボソ言わずに言えて偉かったね。そこらの一般的なんじゃ移民よりすごいで。普通に要注意人物として職場で共有されるレベルやぞ。本当は無視したいけど常連やし、逆恨みが怖いから当然の返ししただけやな。レジ裏に不審人物として顔写真貼られているな。コンビニのコーヒーすら買えないなんじゃ移民も多いのに優秀な方だろ。かっこコミュ力なんじゃいし。でも言い方があるよな。これやねん。柔らかく言ってもらえれば内容なんてなんでもよかったんや。キモいキモいキモい。ほんとやめとけよお前。キモくてくさ。ストーカーにはなるなよ。こういうのが犯罪に走るんやろな。バイト即日辞めるレベルのキモさ。ほぼストーカー。わい、牛丼やバイト。毎日毎日通り道で覗いてくる OL おって、2年ぐらい目で初めて入店してきて、嬉しくなっていつも、前通ってますよねと親しみ持って声かけたら、翌週に本部にセクハラのどぎついクレーム入れられて、相手弁護士まで入れてきたわ。ほんま死にたいわ。くさ、かわいそうすぎてくさ。コキペ定期。チェーン店なんて客も店員も決められたセリフ以外喋ったらあかんやろ。NPC みたいなもんや。これ店員がイケメンでもキモいやろ。日頃から見られてたってことやしな。レジで世間話とかするレベルじゃないとやっちゃダメなやつやん。遠目に見てて可愛いなって思ってるだけやったんやろ。どうせなんで段階踏まないんや。いやわい、常連だから確実に顔は覚えてもらってるし、普段にこやかに接客してもらってる。なのにこれよ。ほんとショック。いつもの笑顔は偽りだったのか。怖すぎて草も生えん。チエストーカーじゃん。義務でやってるだけの営業スマイルを偽りの笑顔呼ばわりはさすがに草。逆恨みかよ。犯罪の種ってこうして生まれていくんやろな。こういうやつが勘違いしてストーカーになるんだな。なんちゅうエゴや。本当に人との距離測れないやつは気持ち悪いな。一方的な行為で勝手に心の距離縮まっちゃってさ。子供かよ。本屋に制服ってあるの？ワイシャツやスラックスの上にエプロンとかじゃね。言うほど本屋の店員でお気に入ってなるか。好みの女の子おったらどこだろうとお気にになるだろ。感覚おかしい。店員さんにお気にとかないわ。一緒いで。客の立場で優しくしてもらって性欲発散したいなら風俗行った方がええぞ。ストーカーや。もう店行くなよ。マジでもう行くの怖い。どんな顔して会えばいいのかわからん。なんでもう恋人気分なんだよ。いやまだ行く気なのかよ。素直に声は。怖いのは相手の方だが。もう知り合い気分なのかさ。向こうはお前のことなんか1ミリも覚えてないから気にせず行けばええんやで。一生忘れないんだよな。ストーカーの思考回路を垣間見た気がした。お気にって言い方がまずキモいわ。風俗ちゃうねんぞ。勝手な思い込み、被害妄想、あからさまな性欲。完全にストーカーの思想やな。これわかるわ。体
顔なじみのコンビニ店員とファミマの立ち読みコーナーですれ違って挨拶したら無視されたから今度店に行った時に怒鳴りつけてやった。あんまり大人を舐めるなよ。顔なじみと思ってるのお前だけやで。いや普通にコミュニケーションは取ってた方だけど、唐揚げくんが増量してる時はいつも教えてくれたし。唐揚げくん増量中ですいかがですかーはマニュアル定期。何作さ。好き。さ。でも声をかける行動力は良いと思うよ。いつかは報われる。一番あかんのは全く行動しないやつなんや。それに比べたらストーカー気味の方がまだマシ。ストーカー気味かっこストーカー。業務外で話しかけられたらそらしお対応になるわ。せめて外出てから声かけろや。いやそれこそストーカーやん。外でなんて声かけんねん。どっちもストーカーだぞ。ほんまにアホやな。働いたことないんかこのおっさん。警察マジで仕事して。いや明確に一線引いとるやろわいわ。店内と店外じゃ全く違う。常識なさすぎない？すでに超えてるって気づけないのか。何のサービスの店だと思ってんだよ。私服の店員に話しかけてる時点で一線超えてるのわからんのか。まるで風俗ベテランみたいなセリフでくさ。店員ってことを把握してるプラス仕事外なのに店員と客の立場を利用して話しかけに来るとか下心見え見えでキモすぎやろ。気づかないうちにストーカー行為してる可能性大だからガチでその店に近寄らない方がええ。警察の世話になりたいなら止めないけど。お前らちょっとおかしいんじゃないのか。内心うざいなと思ってても対応は一応するだろう。普通一気おかしくないやろ。レジの店員に聞いてくださいって対応してくれとるやんけ。半分ストーカーやぞ。常連だなんて自分で言う客にまともなやつはいない。生活圏の本屋で俺は常連だからって意味わからんよな。本屋を風俗に置き換えてもキモい。チャンスやん。照れてるだけやそれは。パチンコ並みのチャンスの信頼度。行動力ゼロの南税民がマウント取ってるのもおかしな話だけどな。犯罪者予備軍と言われようが一致に彼女ができる日は近いで。犯罪予備軍の行動力なんて誇ってどうするんや。こいつをバカにしてるやつ多いけど、店員に連絡先渡すくらいであればやらないやつよりやるやつの方がいい女と付き合えるとは思う。彼女ができるできないは問題じゃないやろ。無敵の人の行動力褒めてるやついるの笑うわ。もう業務中のそのことの中は十分深めたから一歩踏み出したくてあえて私服のところに話しかけただけやねん。なのに冷たくあしらってそそくさと立ち去ってさ。まるで今までは店員としての面をかぶって接してただけと言わんばかり。その行為が異常なんだが。そらそやろ。怖い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 。釣り路線にシフトしていくのやめえや。深めてない。笑顔で接客は接客用のマナーみたいなもんや。本屋の店員にお気にとか言ってる時点で思考回路やばいで。アイドルか何かと思ってるん。しょ。だから今までは店員として業務でやってたってだけだろ。当たり前だよな。自分を客観的に見れんやつはキモいわ。ストーカーってのは天才、引いては家までつけ回すようなやつのことやろ。ワイは店内でしか話しかけんわ。引き際は考えろ。業務外までつけ回してるやん。君ストーカーの素質あるよ。お前の中ではな。店員からしたらお前がどういう気持ちなのか知らんし普通に怖いだけだろ。もう絵は消えるわ。ほんま南J ってこういう場所だよな。待って。もっと恋愛テクニック教えてくださいよ。今後はマジでやめとけよ。やってること自体は異常やから。警察の厄介になりたくないならもうその店員に話しかけるなよ。なんでこの手のやつって相手は仕事だってことが1ミリも頭に入ってないんやろ。せめて普段から地元の飯屋で日常会話したことある程度に接点あればともかく、大体業務上の接点しかない。女との接点がその業務上のものしかないから。大人経験を積まずに大人になった男の末路って感じでいいな。優れた反面教師や。ストーカーまでの経緯。思春期に女性と接点がなかったキモいから避けられてた。社会に出たら女性が業務で仕方なく接してくるようになる。女性から喋りかけられたイコール行為があると勘違い。ストーカーになる。怖すぎうち。確かに仕事上の関係しかない相手にプライベートだと初対面みたいな反応してくる人いるね。軽いコミュ障なんだと思う。おじいちゃんとかそんな感じだな。コンビニやスーパーでおばちゃんに慣れ慣れしいやつ。客だから無限に断れないという関係性を強要してる。南税民は授業中に落とした消しゴム拾ってもらうだけで好意があると信じ込むから。レジでの業務的な会話で仲良くなったと勘違いしてしまう悲しい生き物。
お前が会話やと思ってるのはただの事務連絡や。最初は一致に同情的だったけど、これはあかんな。本屋のお気に入りの店員とかいうパワーワード、ネタじゃなかったらきつ。消えたとか言ってすれてしてそう。